農耕とは、ある共同体の食物供給の一端や全体、及び他の有用植物の需要を補うために、他畑に作物の元となる種子、苗、球根などを植えて育て、継続的及び循環的にその生産を上げていくための活動や実践のこと。工作とも、農耕が基本となる社会を農耕社会という。しばしば農業と混用されるが、 農業は牧畜を含むが農耕は牧畜を含まない。農業は産業全体を指すのに対し農耕は行為を指す。人類学、考古学では農耕という言い方が用いられるといった違いがある。農耕の起源については諸説ある。ハーバード大学、テルアビブ大学とハイファ大学の共同チームはイスラエルのガリラヤ湖岸で2万3千年前の農耕の痕跡を発見したと ニューヨークタイムズなどで報道されている。約1万年ほど前には中国の長江流域で稲作を中心とした農耕が始められていたことが最新の発掘調査で確認されている。マ、ま、タレバントではテルアブフレーラ遺跡で最古級の農耕の跡が発見されている。イモルイではパプアニューギニアにて9000年前の農業用灌漑施設の跡、クックの初期農耕遺跡が オーストラリアの学術調査により発見されている。それ以前は採集によって野生の穀物や豆類を集めており、例えば麦類はアナトリア高原の南、ハブール川流域で野生種が利用されていた。農耕の開始と同時期に牧畜も開始された。これらの始まりの時期より主に末精石器が作られたことから、この時代は新石器時代と呼ばれている。 また、一連の変革により、食料の生産が可能となり、生活システム、社会構造を変化させ文明の発達が始まった、ことから、農耕革命、あるいは、新石器革命とも呼ばれる。人類の祖先は、他の霊長類と分岐して、以降の数百万年もの長い間、採集、狩猟、漁労などによって、生計を立ててきたとされるが、 それらと共に新たに農耕や牧畜が始められた理由として食糧難が一つの説として挙げられている。農耕が始まった時期は氷河期の終結に伴う気候の変動が続いた時期と重なっており、これによって従来通りの狩猟採集で食糧の確保をすることが困難になったこともきっかけとされる。農耕は大量の水が入り、ついでその管理も必要となってくるため、 河川周辺など定期的に水の供給が得られる場所が農地として選定されることが多い。農耕や土器の発明により人類は計画的に食物を生産、そして貯蔵することが可能となった。食料の安定供給は多くの人口を養うことを可能にし、それまで家族、親族単位であった人類の社会形態は大きく拡大し多くの人々が定住して、 社会生活を営むようになる。世界四大文明などの古代都市文明も農耕を基礎に置き大河川流域で大いに発展した。そして政治と経済、ついには国家の誕生へと至ることとなる。さらに、作物の管理や分配のための計算、気候の変化と農作業の日程を知るための歴法、農地管理のための測量などが必要となり、 これらが数学の基礎となった。現代の職業としての農耕についての詳細は農業を参照。ありがとうございます。